打足がドラクエ11やろうとしてアンケート取ったけど、やる投げ多くてやめてた。そんなことある？そんなことってあるんだ。やるな。まあ別にいいか。あんなドラクエ11なんて誰が配信しても面白いのに。視聴者の言うこと聞いてもさ、つまんない奴らがいっぱいコメントしてんのにさ、そんな奴らの言うこと聞かなきゃいいのに。マジですげえと思う。それ俺、ソッシーだとかに止められたら、まあそうだなーって思うけど。無視した方がよくない？俺の間違いなのかな。あいつらつまんない上に言うこと聞かねえと切れる。タチ悪くね？おもんねえんだから黙って見とけよって言っちまえばいいのに。なかなかいねえぞ。こいつ面白えな、みたいなコメントする視聴者、俺あんま会ったことねえけどな。でもつまんないやつってさ、気づかねえからさ、勘違いしてんだよ、マジで。その点俺の視聴者はまあ、ね、おもんねえけど、もの、なんかね、聞き、あ、言うこと聞くからいいわ。俺そんなこと言ったら、切れるわ、やんなって言われてさ、やるっていう報告すればいいのに。なんかそれって視聴者の仕事じゃない気がする。視聴者で楽しく配信見たらいいのに、それ。何合コンラストって、俺も参加したいんだけど。なんで俺、おめえらみたいな人間のクズとラストやってさ、俺だって可愛い女とやりてえよ。俺も呼べよ。ピューン合コンにラストかぶせません。何合コンって。お前らなんかそうやって他人がさ、女絡みでさ、ちょっと絡んでるとマジで嫉妬するような。なんか、腫れ物の次はなんだよ。合コンがなんかみんなの中で取れるだろう。見苦しい。配信者の女事情に嫉妬狂いやがって。サウナ行けバカ。サウナ行ってなんか、整ってこい。一旦。俺のサウナに嫉妬しろ。昨日も死ぬほどいいサウナだったぞ。71歳のジジイが一緒にサウナ入ってて、腹筋始めたのね。110度のサウナで腹筋始めたろ。いや、お父さん、死んじゃうよって言ったら、バカだれよ、お前とは歴が違うっつって。わしは40年このサウナで腹筋してるんや。サウナ仙人。びっくりした、マジかよ。いやいや、死んじゃうからやめなよっつっても。じゃあなんでわしは70まで生きてるんや。死んじゃうからやめなっつって。どう？こっちの方が嫉妬した？羨ましいだろう。そういう絡みもあったりなかったりします。